非常に強い勢力の台風7号は都内各地に大きな影響を及ぼしています。大島では朝から強風と高波が島を襲い、23区や多摩地域でも各地に避難所が開設される事態となっています。雨風ともに非常に強いです。うねりを上げ港に押し寄せる高波。東京に接近する非常に強い台風。大粒の雨が地面を叩きつけるように降っています。風も吹いており、かなり傘を持っているのが辛いです。非常に強い台風7号は伊豆諸島の三宅島や八丈島を暴風域に巻き込みながら北上。都内各地に大雨や暴風などの警報が発表され、大きな影響が出ました。伊豆諸島の大島町では今日未明に台風7号の強風域に入りました。午前7時を過ぎた大島町です。ここは島の東側にある筆島なんですが、雨風ともに非常に強いです。そして波も高くなっています。明け方ごろから強まった雨と風。大荒れの海ではうねりを伴った波が何度も岸壁に打ちつけていました。大島町役場前です。今非常に激しい風が吹き始めました。体を持っていかれそうなほど強い風が吹いています。午前11時ごろには風の強さはピークに。船の発着場の一つである尾形港なんですが、現在強い風が吹いています。そして時折高い岸壁を乗り越えて波が打ちつけています。台風が徐々に接近する中、大島町は午前中に避難情報を出し、土砂災害特別警戒区域に住む高齢者などを対象に避難を開始するよう呼びかけました。大島町によりますと、9カ所の避難所に避難した人は一時合わせて19人に上ったということです。もうバラ家なので心配だからね。特に一人でいるとね、あ、ここに来てよかったなと思ってます。安心だからね。台風による影響は23区や多摩地域でも。大粒の雨が地面を叩きつけるように降っています。風も吹いており、かなり傘を持っているのが辛いです。夏休み期間中ですが、人通りはまばらで閑散としています。午後7時時点の24時間降水量は千代田区で 71.5 ミリ、奥多摩町で 92.5 ミリとなるなど、都内各地で断続的に強い雨が降りました。こちら調布市を流れる野川です。普段よりも川の水位が上がっていて、横の道路はですね、このように通行止めとなっています。調布市では大雨による川の増水で川沿いのサイクリングロードが閉鎖され、住民たちに河川に近づかないよう呼びかけられました。また雨だけでなく強い風による被害も出ています。雨足がすごく強くなってきています。そして規制線の先、木が倒れて道路を塞いでしまっています。撤去作業が行われている途中です。渋谷区広尾の路上では高さおよそ22メートルの欅が根元から折れ道を塞ぎました。ドーンと音がしたんです。昨日まで普通だったのが倒れてた、これの音だった。まあ、怪我人がいなかったことが、まあ、一番私はもうこれは良かったなと思ってます。渋谷区によりますと怪我人はおらず、折れた木を撤去するため区の道路のおよそ100メートルを通行止めにしたということです。蒲田駅からおよそ1キロのところにあるこちらの公園では電柱が折れていて、現在規制線が張られ整備が行われています。大田区の公園では電柱が折れ、警視庁が規制線を張って交通整理をする事態に。
中野区では看板が吹き飛ぶなど各地で強風の影響とみられる被害が相次ぎました。さらに公共交通には大きな打撃が。こちら東京駅東海道新幹線の改札は入り口が封鎖されています。東海道新幹線では東京から名古屋までの上下線で始発から終日運休となりました。また東京メトロも東西線の東陽町から千葉県の西船橋までの区間について午前中から計画運休を実施しました。西葛西の方で降りたかったので、はい、そこでちょっと困って、はい、ここで降りざるを得なかったので困ってては困ってました。とりあえずバスがあるみたいなんで、はい、こちらからバスで移動したいと思ってます。台風の接近に伴い各地で避難所も開設されました。午後1時、三鷹市です。小学校の体育館が避難所になっていて、このように災害用の簡易テントが設けられています。三鷹市は河川が氾濫する恐れがあるとして市内の2カ所に避難所を設置、一部の地域に高齢者などへの避難を呼びかけました。三鷹市によりますと午後7時の時点で21人が避難したということです。また各自治体による高齢者などへの避難の呼びかけは品川区や調布市の一部地域でも行われ、各自治体が避難所を開設、杉並区では自主避難所が開設されました。